中2で今好きな人がいます。どうしたらいいですか？かわいい、中学2年生なの？まあ結婚することはほぼ 100% くらい、まあ 98%、99% くらいないから、まあ別に当たって砕けろでいいんじゃない？別にその時振られようが、あの中学卒業したら別々の高校行くかもしれないし、軽い気持ちでアタックすればいいと思うな。ちょっとダメだな、なんか下手くそだな、アドバイスマジで。なんかひどいわ、そんなこと言わなくていいのにね。なんで中学2年生スパチャできてんの？そのお金好きな人に使えなよ。でもありがとね。中学2年生の1000円ってめっちゃでかいからな。めっちゃでかい。だってバイトもできないんだよ。お小遣いだよ。めっちゃでかいから、マジ真剣に考えてあげよう。どんな子が好きなんだろうね。わかんないんだけど、とにかく応援してる。中学2年生でしょ。わかんない。中学2年生って何されたら嬉しいんだろう。全然わかんない。女の子と仲良くなって、送るよみたいな、でも帰り反対側だよねって言われても、でも送りたいんだよね、好きだからって言ったらドキーンってなるんじゃない？わかんないけど。この動画はご覧のユーザーの皆様が応援しています。